なんとかしてこの日本をしっかりと立ち直したいそういう思いで我々も小さな政党ながら頑張ってこの選挙戦を戦っていきたいと思っております一番大事なのはこの不景気デフレそれを克服することであります景気が良くならなければ財源も生み出されません景気を良くしないで 増税ということではもっともっと景気が悪くなりますしかし皆さん稼ぎが増えて給料が増えてもなかなか消費が増えないその最大の理由は社会保障がしっかりしていないからであります私は厚生労働大臣の時に医療も介護も年金も全力を挙げて取り組みました残念ながら途中で政権交代がありましたもう一度 この社会保障をしっかり立て直したいというふうに思っておりますまあ、一つぐらい正論をしっかり吐いて山椒は小粒でもピリリと辛いとこういう厳しい政党があってもいいのではないかと思います